給料って普通の一般の同居員に勤めてる獣医さんと比べると、僕の最終的な野望は、その助教授になるためのなんかハードルみたいなものはあるんですか？ハードルは少なくとも、やっぱり研究者っていう形にはなるので、採用の仕方としてですね、論文が、自分でファーストって言いますけども、自分の名前が一番最初になる論文っていうのが、助教ならでも数本あればいいのかな。あとは基本的には博士号、なんか獣医学博士とか、まあ、なんとか博士っていうのを聞いたことあるかもしれないですけども、その博士号っていうのを持ってないと基本的には助教にはなりにくい、まあ、絶対なれないってわけではないんですけども、なりにくいかなっていうふうには思います。あとはこれもよく言うんですけど、大学って枠が空いてないと入れないんですよ。あ、要するに僕は今なってますけど、今じゃあ誰か超優秀な人がいて、宮大の教授になりたいんですって、でも論文も100本とかあります、すげえいっぱい優秀ですみたいな、社会にいても教授の枠が空いてない教授になれない。あ、なので、まあ、その時そこの枠があるのかないのかっていうところが非常に大事になってくるのかなとは思います。収入面についてのお話って伺っても大丈夫ですか？僕若いんですよ、年齢的に。だから、ね、これも自分で調べてって感じのことで言いますけど、ぼやかして、普通に国立大准教授給与みたいな感じにネットで打っては出るんだよ大体。あ、もっと言えば宮大のホームページに言えば平均給与みたいに出てるので、教授いくら、准教授いくら、助教いくらみたいな、まあその平均ぐらいと思ってもらえればいいのかなと。あ、その乗ってる平均ぐらいよりちょっと下で若いから、だけどその給料って普通の一般の同居員さんに勤めてる獣医さんと比べると多分結構いい方だと思う。あ、院長とかになったらまた話は別だけど。それでは最後の質問になるのですが、金子先生の、まあ、今後獣医師として、まあ、どういう姿を目指していきたいかっていう展望などについてお聞きしてもよろしいでしょうか？まあ、僕でも言うてまだまだペーペーなんですよね。言うて35歳です、まだ。なのでまだまだ自分の、なんていうかな、まあ、診断の能力だったり手術の技術とかっていうところは上げていきたいなとは思ってます。もちろん全然そこは思ってます。ただ自分だけできてもしょうがないなっていう気持ちあるわけですよ。って考えた場合には、どんどん、もうすごくおこがましいんですけど、僕らの後進を育てるじゃないけど、まあ、一緒にやっていける仲間みたいのを増やしていって、いろんな人がやれるよねっていうような形に、例えば手術1個取ってもそうですけども、あの人だけできるじゃなくて、このやり方だったら誰でもできるよねみたいなやり方を考えていったりとかですね、っていうようなものを、できれば進めていきたいなと。僕の最終的な野望は、外科って教科書ないじゃん今のところまだ。ああ、ないですね。まああるっちゃあるし、ないっちゃないじゃないですか。だからそこをなんか、結構本当に外科の人たちみんないろいろなんですよ。俺はこうやって、で別にそれはそれでいいんですけど、この人はこうやって、この人はこうやって、でもこうやってやるのは悪くなそうだよねみたいな形でいいので、ある程度標準的なものっていうのを作ってって教えられればなみたいなところはすごく思っている。やっぱり不幸じゃん、その獣医さんによってはこれはできないけど、この人ならこれはできてみたいなのっていうのが。で別にできない、できるはいいとしても、なんていうかな、じゃあここまでは私できるけど、これ以上はこっちに行ってくださいねみたいなことも言ってくれる獣医さんもいらっしゃると思うんですけど、でって自分のところで完結頑張ってしちゃおうとする人もいるので、まあ一個一個上げていくというかっていうところができればかなとは思ってます。あとは最初に言った僕、獣医になったきっかけもそうですけど、結局人なんですよ、人。人間と人間なんですね。だから獣医さんというか獣医で動物は治すのはもちろんそうなんですけど、それだけじゃなくて、やっぱりその、まあ、飼い主さんとかっていうところが、まあ、治療の結果幸せになってくれればいいし、じゃあその治療できないにしてもこういう方法があるとかっていうのが、話していけるような割とぶっきらぼうな獣医さんもいらっしゃるな、いらっしゃるで、そういったのを今まさに教育ですよね。君たちにとかあなたたちに教育してますけど、ベッドオスキーとかっていう医療
実習面接とかあってやってるじゃないですか今っていうので、ちゃんと話が聞けてちゃんとお話ができる獣医さんというか、まあ、コミュニケーション能力がある程度あって人間性もある程度豊かな獣医さんたちっていうのをどん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 輩出していければというふうには、大学人というか教育者としては、まあ、思ってますと。で、その中で小動物臨床やりたいっていう人がいればそれ進んでもらえばいいし、自分は研究したいっていう人がいれば研究に進んでもいいと思うんですけど、まあ、公務員に行ってもいいし大動物やっても全然何やってもいいと思うんですけど、結局何してもコミュニケーション必要なんですよっていうところが、うん、大学にいるからこそできることだし、別に自分の技術高めて直していくっていう能力を上げるだけだったら別に大学にいる必要は別にないというか、じゃないですか。別に一般の開業でもそんなことはできるというところを考えると、いろんなところにですね活躍できるような人材を育てて出していきたいとは本当に心から思っている。だから人間性豊かな人に育ってほしいので、僕は時折授業中厳しいことも当然言うというところにはなりますっていう感じですからね。うん、